子どもサッカー新学期応援事業、子どもと選手の交流です。中学生3人とサッカーのこと、将来の夢のこと、趣味のことなどを話しました。サッカーでプロになろうとしたきっかけとか理由を、じゃあ子どもの時はどんな練習してました、うん、今までの人生でサッカーで大変だったことは何ですか？プロになってからも、まあ、結構残留争いとか結構することも結構あって、まあ、そうやってずっと勝てない時期が続いたりすると結構大変だなと思う時もあるけど、23年とか24年ずっとサッカーをやってて、もうめちゃくちゃ大変なことがあるんだけど、それでもやっぱサッカーを続けていけてるっていうことは、多分その大変なことがある以上にそのサッカーの魅力というか、サッカーが楽しいと思うことだったりとか、まあ、やっぱ勝った時の喜びとか、まあ、仲間でその喜びを分かち合うとか、まあ、そういう方がやっぱ大きいっていうのがあると思うんで、やっぱその大変なことの先にそのなんか自分なりの楽しさとか喜びを見つけていってほしいなと思います。趣味とかってある？ここ数年やってるのはその将棋が好きでずっとやってます。自慢じゃないけど、多分 J リーガーで一番強いんじゃないかと自分で思ってます。おー、サッカーで一番大事なことは何だと思いますか？まあ、仲間を大切にするってこと。なんかどうやったら上手くなるかとか、そういう前になんかその仲間を大切にするとか、仲間のために走るとかプレーするっていうのがないとサッカーってやっぱ成立しないなと思うんで、まずそれを持った上でそのプレーが上手くなるとか、まあ、そういうことを考えてほしいなと僕は個人的に思ってます。